タブルコート眞子様の願望が多分に9月1日、眞子様、9と小室圭さん、9との年内結婚報道が出て、それを追いかけるように、10月にも婚姻届と報じるものもあった。しかし、これらは宮内庁が正式に発表したものではない。具体的にどんな風に結婚の準備が進んでいるのだろうか。そして国民が注目する結婚一時金はどうなるのか。9月以降の報道をざっとおさらいしておくと、9月1日に読売新聞が、年内結婚、結納にあたる、納采の儀は行わない方向と報じた後、8日に共同通信が次のように報じた。秋篠宮家の長女眞子さまと小室圭さんの年内結婚について、10月に婚姻届を出す方向で宮内庁が調整していることが8日、政府関係者への取材で分かった。眞子さまは婚姻届提出に伴って皇籍離脱することになり、東京、元赤坂の赤坂御用地にある住まいの宮邸を離れ、一時的に都内のマンションなどに滞在されるという。結婚後は小室さんが拠点とする米国へ移る意向で、この間に準備を進める。小室さんは米国の法律事務所へ就職する見通しだ。皇族はパスポートがなく、眞子さまが渡米するには新たに作る必要がある、社会部デスクによると、いずれも政府関係者からの取材という体で、宮内庁が正式に発表したものはありません。誤った情報ということではないのですが、各所への取材を踏まえて言えるのは、眞子さまの願望が多分に込められた内容だということになりますね。婚姻届の提出一つとっても例えば、現上皇さまの生前退位については、NHK のスクープの後、宮内庁から正式に発表があった。今回はそういった流れが感じ取れないというのだ。眞子さまが10月までの入籍にかなり強い意志を見せられてきて、その流れはもう止まらないだろう、という見方が政府関係者の間で推認されたということです。そのためには皇籍離脱をし、お住まいの宮邸を離れ、パスポートを取得され、ニューヨークへ渡られるだろうという流れがあるわけですが、これについて見通しが立っているものはほとんどないと言います。宮内庁担当記者にも聞いてみると、宮内庁側も戸惑っていると言いますか。もちろん戸惑いは今に始まったことではないのですが、正式に発表ができないままなし崩し的に報道が進んでいるのを見つめているというような感じでしょうか。納采の儀をやる、やらないとか皇籍離脱は注目されているので皆さんご承知かと思いますが、婚姻届の提出一つとっても、どうやってやるのかなど、決めなければならない課題は細かいところまで本当に多岐にわたっています。今回はさらに国民からの反発や、結婚後できるだけ早い時期に渡米という前例のないものとなっているだけに、当然、裏方としてできる限りの部分を詰めて、眞子さまがニューヨークに降り立ってからも不都合のない生活を送られるような流れを作っていこうとしているわけですが、眞子さまと小室さんの間で決まっていることがあまりにも少なく、具体的な手配が一向に進まない状況だと言います。